皆さんこんにちは。お久しぶりです。時にはパドック解説もやりますが、旧車情報がもっと好き、取材歴30年、旧車周り一筋の天部です。よろしくお願いします。中京競馬も最終週を迎えましたが、土曜日設けないと出張している意味はなしということで、明日は旧レースの1番アグネスベルチュを狙っています。前回でもパドック気配抜群の状態でしたが、レースで折り合いを欠いてしまった分の負け。坂本女子によると、中1周でも状態はキープと、ジョッキーも2回目なんで、折り合いはつくはずだし、折り合って直線を向いてしまいにかければという期待はかなり大きそうです。狙いは馬連で1218、1126、1218を本戦で行ってみたいと思います。そして日曜日の8レース、桜花賞以来となりますがリラバティ、オークスを目指さず休養したことが非常にいい方に出ていて、体は非常に良くなっています。厩舎サイドも、折り合うので2000メートルの心配はなしと、もうここはいきなりから来たいと。そして何より黒三角松若ジョッキー49キロ、これは大きいですね。単勝から馬単と狙っていきたいと思います。それでは皆さん儲けて楽しい週末を送りましょう。失礼しました。